本日はタニタピザを作ってみようと思います。まずは材料のご紹介です。まずこちら鶏ミンチが 150g、 こちら丸の内タニタ食堂の減塩味噌が 20g、 三温が 20g、 みりんが大さじ2杯、料理酒が大さじ1杯、無糖ヨーグルトが大さじ1杯、お醤油が小さじ2杯です。続いてピザのトッピングに使用するベリーリーフ、とろけるチーズが 150g です。こちらが飾り付けに使用する刻み海苔です。で最後にトッピングでこちらタニタ食堂監修のおせんべい、うま醤油味を使用します。それでは作っていきます。まずは熱したフライパンに鶏ひき肉を炒めます。お肉にある程度火が通ったら調味料を加えていきます。料理酒を入れます。続いてみりんです。お砂糖を加えます。続いてお醤油を加えます。タニタの減塩味噌を加えます。肉に味が馴染むようしっかりと混ぜていきます。最後にヨーグルトを加えていきます。こちらを加えることでお肉がしっとりと仕上がります。また発酵食品には腸内環境を整える作用がありますので、腸内環境を整えて免疫力アップにもつながります。こちらをある程度水分が飛ぶまで炒めます。このぐらい水分が飛んだら鶏そぼろの完成です。続いてピザのトッピングに移ります。ベリーリーフを適量乗せていきます。続いてチーズを乗せていきます。最後に先ほど作った鶏そぼろを乗せていきます。これで焼く前の準備は終了です。調理される際はピザ生地の厚さにもよるんですけど、だいたい210度で8分を目安に調理してみてください。ピザを焼いている間にトッピングの準備をします。こちらタニタ食堂監修のおせんべいのうま醤油味を砕いていきます。袋の上から手で割っちゃってください。これぐらいの細かさになったらバッチリです。出来上がったみたいなので出していきます。じゃ最後にトッピングをしていきます。美味しそうになるようにこちらのネギを振りかけます。続いてこちらのおせんべいを振りかけていきます。食べた時に食感のいいアクセントになってすごく美味しいと思います。おせんべいをオーブンで焼いてしまうとすぐに焦げて味が苦くなってしまうので、最後にトッピングをしていきます。以上で完成です。じゃあこれいただいていいんですね。美味しい。まあ美味しい。こういうところは、あ、タニタっぽい味します。